特別番組竹内睦弘の日韓関係史その2ということで、本日も竹内先生に、日韓問題を聞いていきたいと思っております。竹内先生よろしくお願いします。お願いします。非常に問題がね、はい、今竹島問題とかありますが、はいはい、前回もお話した通り、もともと朝鮮領なんですよ、はい、朝鮮は日本領だったんです、はい。ちなみにその朝鮮を攻めたのは三冠討伐っていう神話にも書かれてますが、はい、うちの先祖の竹之内の作り手ですよ。うちの先祖は朝鮮を討ったんですよ。今日あのこれがないかと思ったらすごいところが入りました。びっくりしました。竹之内の作り73世竹之内の作りです。第1代竹之内の作りが朝鮮を制圧しました。いや今回面白い話聞けそうですね先生。やりすぎです。もう本当に、はい、とりあえず討伐に行きまして、はい、取りました、はい。神保皇后と一緒に、はい、いや討伐ね賛成しなかった天皇さんがいて、はい、神保皇后の旦那さんだったんですが、はいはい、忠愛天皇という中の哀れな天皇と書かれて、はい、なんであんなひどい名前なんだろうって、はい、よく分かんないんですけど、はい、討伐に賛成しないのかって言ったら竹之内の宿根が席を立ちました。私帰るって、はい。その次の日にお亡くなりになってました。そうですか。いやちゃんとアルバイは続くったんでしょ。あ、私はやってません。ご先祖様です。いやそのすごい過去をお持ちの竹内を救えのお子孫の、ね、竹内先生から今日はあの現代の日韓問題ということで、そうなんですよ、はい、お話していただけると思うんで、そこからもう全部撮ってるんで、はい、だからいや楽しみですねこれは、はい、そうなんですよ。怒って帰っちゃいましたね、はい、本当に言うこと聞かれないのかこの天皇は。言うこと聞かれてんのなんかいらねえよって。いやということで、はい、いやだって蘇我氏も竹之内の子孫ですからね。言うこと聞かれてるのを殺してますよね。蘇州天皇とか、はい、なるほど。言うこと聞かないさ、はい、いらん。あ、なるほど。私もじゃあ竹内先生の言うこと聞かなきゃいけないということで。いやいやそんなことはないんですよ。大丈夫ですか。そんなことはないんですけど、はい、とりあえず天皇にある人間は、はい、王民の意見を聞けよって、はい、なるほど。ということなんですよ、はい。いやだって安倍さんだってこの間怒って外国行っちゃったもん、はい、あ天皇陛下と仲いいのに怒って外国行きましたからね。急に天皇の上位問題が出て、はいはい、そんなこと言うなんて9条2項だけをやりたかったのに、はい、あんたがそんなこと言ったら第1条から第8条まで全部変えないとダメじゃないかってもうやめてくれって、はい、なるほど。って感じで怒って帰っちゃいました、はい、怒って外国行きましたから、はい。いやそうなんですけど日朝関係史ですからね、はい。ポイントは皆さんの誤解してるのは高栗新羅九段ミマーナとありますが、はいはい、高栗は実際は中国の東北部満州にあります、はいはいはい、そのことをちょっと理解してないっていうのが1点。うそうですね。で最後新羅は全部制しました、うんはい、で高麗になったと、はい。ここちょっと押さえとかないとダメなんですが、はい、その、まあ、4カ国覚えた上で、新羅高麗李氏朝鮮大韓民国日本領朝鮮、うん、で北朝鮮と韓国に分かれたという、うんはい、現代をしっかりと押さえないといけません、はい。でまず朝鮮という名前は、はい、これ実は中国に決めてもらったんですよ。おそうなんですね。中国にお伺いを立てて朝鮮って名前にしたんです、うん、なるほどなるほど。お伺いをどうしましょうって3つぐらい候補を挙げて、はい、で中国が決めたんです。なるほど。完全なる属国です、うん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 、で日本っていうのは勝手に日本と名乗ったんです、はい、なるほど。701年に、はい、日本国であるとということです。
ちなみに現在の日本の国字国のハンコは、はい、実は大日本国って書かれてます。おお、あ、そうなんですね。はい、今でも大日本国なんです。はい、国字は大日本国。大がつくんです。大ついてんの。おお。今でも大日本国ですよ。大変なことです。はい。いいか悪いかは知りませんけど、まあ。日本国字じゃなくて大日本国字がそのまま使われてます、なるほど、はい、うん、でまあ、うん、李氏朝鮮から大韓帝国になったのは、はい、日本のおかげなんですよ、はい、あ、なるほど、大韓帝国、はい、だって日清戦争で日本が清を中国をぶっ倒したから、はい、韓国の支配権をやめろ、あ、やめろって言ったから、はい、やめろって言って、うん、で韓国の国王に、朝鮮の国王にお前皇帝になれ、はい、皇帝作ったんですよ、うん、つまり大韓帝国の皇帝作ったのは日本です。清を倒したから清に何も言わせなくできたっていう、はい、ことですよね。総主権をやめろっていうことです。清、はい、は上だったから、朝鮮よりずっと朝鮮は、はい、中国の支配があったけど、清、はい、を倒したからもうお前は葬式はないってやって、うん、で韓国の奴らに、うん、お前も皇帝を名乗れって言ったんです、はい、なるほど。でも独立みたいな、独立できるようにしてあげたんですよ、はい、なるほど。ところが問題がありました、はい、韓国には貴族制度がありまして、はい、ヤンパンという貴族たちがいまして、はい、この連中は特権階級でむちゃくちゃすごい状況だったんです、うんうんうん、その異常な状況だったんで、何が困ったかというと、中国からの真の独立をするために、うんうん、まあ、頑張ろうとした人たちがいました、うん、はい、そしてもう一つすごくこう大きな問題があったんですけど、うん、はい、その結構こう熱くなってしまいましたが、はい、あの問題はですね、韓国のトップ層が近代化に反対したんです、はいはい、近代化に反対したんですか。近代化になったら自分たちの特権がなくなるか、なるほど、近代化に反対したんで余計なことするなと。そうなるとロシアに取られるんですよ、うん、はい、韓国が取られたらどうなるかというと、水道の蛇口が開くと同じでこっちに来るんです、はい、ロシアがそのまま、しょうがないって、で韓国に圧力をかけてきました、はい、だからまず日朝戦争に勝つためにやったのが日韓議定書で、はい、あの日本軍の行動の自由ですよね、はい、その次にもう韓国のやつらが何かやったらまずいっていうことで、うん、第一次日韓協定で、うん、まあ財政外交財政顧問を設置します、はい、これはっきり言うと外務大臣と大蔵大臣を取ったのと一緒です。なるほど、あ、それは分かりやすい、分かりやすいです、分かりやすいとですね、そうなんです、はい、でその次にかなりまずかったのが、うん、まあ、それを統括するためにうちの方から派遣したのが、うん、初代総理大臣だった伊藤博文です。はい、まあ長州ファイブの一人ですね、はい、長州ファイブの一人、はい、伊藤博文が行ったんですが、はい、それで日本があんまりうちの国にいろいろやりすぎてるってことを、うん、世界会議ハーグであったオランダであったハーグであったところに、うん、まあ、密告、はい、垂れ込み、はい、ハーグ密使事件というのがありました、はい、ありますね、それはムカつきますよ。日本も軍隊は解散、内政権は日本が取る、これは第三次日韓協約になります、はい、そしてその結果1909年に、はい、
韓国党幹である伊藤博文を暗殺、うん、これが伊藤博文暗殺です、はい、ハルビン駅頭で、はい、アン・ジュコンがやったと言われてます、はい、でも実はアン・ジュコンは本当はやってないと思います。あ、そうなんですか。伊藤は 2箇所から撃たれてますから一人でやったはずない。あ、なるほど。それだけでアン・ジュコンだけの、はい、犯人じゃないと分かりますね、うん、はい、アン・ジュコンまあ多分立派な人だと思うんですけど、うん、ですがアン・ジュコンが撃ったとはちょっと思えません。これはちょっと今日の秘密の一つですね、はい、いやこれはなかなか秘密をしてしまいましたね、アン・ジュコンがいた場所から伊藤の撃たれた弾倉はありえません、うん、あ、なるほど。科捜研の女は見たになりますからそれは無理、はい、なんですよ。そして結局韓国併合条約です、はい、で伊藤博文は皆さん誤解してますが韓国を併合しようなんて思ってません。お、実はあの二戸稲造という五千冊のおじさんがいたと思うんですが、はいはい、あの方が韓国は併合すべきだって言った時、はい、伊藤博文はそれはやめようと、別の民族なんだからって、それを併合するのはやめようって言った記録もあるんです、うん、反対派だったんですかね。そう、併合は反対派だったんです。つまり韓国併合反対派を韓国民主は殺してしまったという恐ろしい事件があったんです、うん、なるほど。そうなんです。だからなんかこう変な歴史がちゃんと伝わってないんです、うん、例えばこう朝鮮っていうとあんまり文化ってピンとこないじゃないですか。はい、まあ女性のチマチョゴリとか美しいと思います、はいはい、綺麗だと思いますけど、例えば朝鮮で文化って何があるかって言った時、うん、難しいんですよ、うん、で李朝の壺だとかいろいろ言うんですけど、はいはい、あの時の同行たちって全員一回に秀吉の朝鮮出兵の時に連れてこられてるんですよ。お、そうなんですか。こっちに、はい、で家康が返す、秀吉が全部悪いから返しますよって言ったら、うん、同行たち帰りたくないんです。帰りたくない、はい、断った故郷に、はい、お、それなんでですか。故郷に帰ったらただの労働者として扱われる。なるほど、はい、日本だと芸術家として扱われる。なるほど、それだいぶ違いますね。えらい違いです。でずっと残っていろんなね、萩焼きとか、はい、薩摩焼きとか出ました。そっから来るんですか。だから薩摩焼きの人なんかパクさんっていう人がいるんですけどね、はい、このパクさんっていうのは、日本の最後の大日本帝国最後の外務大臣になってます。はあ、ええ、小学生まではパク君だったんですよ、はい、ええ、東郷重則外務大臣です。そうなんですか。はい、はあ、また裏がいっぱいあるんですね、ええ、日本国の最後の外務大臣は実は朝鮮人だったんです。あ、そうなんですか。はあ、これまた勉強しがいがありますか先生。もう時間がそろそろ、ええ、時間がね、はい、ちょっと24分も経ってしまいましたねそうですね、はい、いやまた次回、はい、なんか面白い話そうですね、はい、まだまだ聞きたいですね、はい、じゃあ竹内先生、本日もありがとうございました。ありがとうございました。